What is going on, Chicago? It's Kenji Nagy checking in. Today on our YouTube channel, we have a very special guest here. You guys all know, Mama Negs. Hello. What's up, guys? And today on this video, I want to show you what it's like for Mama Negs to teach an online preschool class using Zoom from Japan. And some of you guys may know, Mama Negs teaches preschool classes in Chicago, and she usually teaches kids ages 0 to 5 on Japanese culture, arts and crafts, languages, notable calendar events, holidays. But with COVID, everything's shifting online, and she's actually been in Japan since last year due to family reasons. So for the better part of a year, she's been teaching her preschool classes using Zoom. So today, I want to hang out with her for a little bit, see what it's like to teach courses using Zoom, how she uses her laptop, how she interacts with kids and her parents. So stay tuned. Bless up, guys. Bless up. Bless up. And these classes that mom teaches, it starts at 10 a.m. Central Time, which happens to be 1 a.m. Japan time. And it's a couple minutes before midnight, 11:59 right now. So we're about an hour until class starts. So let me ask Mama Negs a couple questions on her experiences so far teaching online courses, online preschool courses. はい、まずお母ちゃんに聞きたい質問やねんけど、はい、まあ、対面でするクラスから Zoom にシフトしてからもう1年ぐらい経ちますけど、はい、全体的にこのトランジション、うん、この1年間どんな感じでしたか？これは本当に大きな変化でしたね。っていうのはクラス、インパーソンクラスでは2時間半クラスやってるんですよ、うん、でその中2時間半の間に遊ぶ時間もあり、昔の懐かしい日本の伝承の遊びを伝えるのもあり、うん、ひらがなの勉強もあり、うん、で楽しいアーツ&クラフト、うん、お歌の時間、もういろんなものがてんこ盛りになって、セサミストリートを凝縮したような感じで2時間半やってきたのが、はい、1時間になりましたよ、うん、どれだけのコンテンツをカバーできるのか、あと子供たちが Zoom っていう手段でいろんな習い事、稽古事をしてるので疲れてるっていうのが事実なので、1時間と半分以下の時間になってもやっぱり子供にとっては1時間は長い、うん、5歳以下の、うん、いかに興味をつないでいけるか、うん、そのステップが一番大きかったです、うん、はい、次お母ちゃんに聞きたい質問やねんけど、うん、対面のクラスと、うん、Zoom のクラス、うん、まあ、違いはいろいろあると思うんですけど、うん、大きい違い、主な違いって何なん？大きい違いはやっぱりリアクションですよね。対面だと何かこう、例えば極端な話、アジャパーとかって言うと子供が何やねん、アジャパーって何やねん先生みたいな、はいはいはい、もうすぐにリアクションが伝わってきて、こっちも感激もらえます。これは、うん、コンサートをやるのと似てますよね、うん、歌ったのが観客が喜びを、表情を見せてくれるという、うん、ズームではなかなか伝えにくい、伝わりづらいですよね。みんながね、画面のちっちゃい画面に収まってるからね。そう、うん、それでクラスだと一遍に10人とか15人がバッと見れる、うん、で、あーヒロくんとかガラフォーカスオンとか、うん、何々してんのとかってこう言えるけども、ズームだと一個一個のフレーム見ていくから、子供に対しても100% やっぱりクラスでやってる時みたいに私の目がいかない、はい、で子供も先生からアテンション欲しいのに、ミー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 とかってこう手挙げてる子、先生が順番に違うのやってたら、ふーしだずしーみーとかって言って泣いちゃう子もいてる、うん、そういうジレンマですよね、やっぱり。お疲れ様です、はい、1年間、次の質問やねんけど、はい、Zoom でクラス教えてて大変なことありますか？まあ、それはこのローテックな私が昭和にどっぷりここまで使って、どっぷり、はい、どっぷりですよね。もう頑張って今まで87年からやってきたこのクラスをいきなりズームですよ、うん、技術62の手習いで頑張ってますよ、うん、それで覚えていくっていうのが、うん、いかにスムーズにトランジッションができるか、うん、進行表を作って、うん、パワポのスライドを先に作って説明したい資料を YouTube とか Google から検索してきて、それでまた1枚のスライドにまとめて、それをこの1時間の時間で失敗なくサクサクっとやり、うん、20代に戻りたいですよね。ほんまやね。お母ちゃん画面共有しながらスライドのページめくるのも結構手こずってるもんね言っちゃ
それ。言っちゃいましたふはい、はい、次にお母ちゃんに聞きたい質問やねんけど、はい、1時間のズームクラス、はい、主な内容、コンテンツ、はい、どんなもんなんかちょっと簡単に、説明をお願いします。そうですね、だいたい最初の5分ぐらいで挨拶があって、うん、こんにちはソングがあって一人一人こんにちは言っていく。で、それから今日の天気が入って、それで1、2分撮りますね。で、シカゴの天気は何でしょう？日本の天気は何でしょう？あ、それ違いますね。これですね。晴れとか。ああ、こういうの使って。はい。はいはいはい。こういうの使って子供たちに言葉、雨とか教えていきますね。で、それが終わってから今日の歌、季節の歌も含んで、うん、お歌の時間がだいたい10分から撮っています。で、今日は特別に節分、2月2日の節分も、うん、あカバーしますね。せやから鬼のお面がね、ここに貼ってあるのね。そうなんです。はいはい、はい。そうなんです。後で私も被りますよ。楽しみに。はい。はい。はい。で、節分の話をするので、まあ6分か、そ7分ぐらい撮ってて、スペシャルゲストの人に、やっぱり節分関連の、あのパネルシアターをやってもらいます。うん、そういうのでだいたい前半の35分ぐらいが終わります。で、後半30分切るんですけれども、そこでお話、日本のお話、絵本を読んで、英語でももちろん説明するので日本語分からなくても大丈夫、まあそういう感じですね。はい。ほんなら次の質問なんですけど、はい、コンテンツ作りをする中で、はい、ちょっと意識してることいろいろ教えてください。その季節季節で必ずカバーしたいようなあの行事とかが入っていたら、もちろんそれを含んだコンテンツ作りをします。例えば今回は節分ですね。必ず節分のこういうものを入れたものを仕上げるんですけれども、うん、月によっては何にも行事が特別にないっていう場合があります。そういう場合は1年を通して確実に子どもたちに教えてあげたい日本の言葉、家族の言い方、挨拶の仕方、色、数、そういうものを散りばめた進行役を進行表を作っていきます。とにかく飽きさせない、面白い、楽しい、プラス日本のことが分かんない親も一緒に学べるエデュケーショナルかつファンプログラム、そういう感じですね。あ、じゃあ、はい、親子が一緒に参加しても全然問題ないってことですね。あ、むしろもう一緒に参加していただきたい。はい、はい、はい。お母ちゃんちょっと最後に質問あんねんけど、はい、もちろんコロナ収束してほしいこともあります、うん、でもまだしばらくこのオンラインの、うん、仕組み、うん、オンラインのスタイルっていうのは続くと思うんで、はい、今後ちょっとズームクラス開催するにあたって、はい、お母ちゃんがまあ、こういうことをやっていきたいとか、はい、こういうことをちょっと意識していきたい、ちょっとあったら教えてください。ですね、この今回、コロナ禍が理由でズームに乗ることになったんですけども、実は意外とあのお宝を得たような状態なんですよ。なんです？っていうのは、前にシカゴに住んでたけども、今はカリフォルニアに住んでる、モンタナに住んでる、ロードアイランドに住んでる、ボストンに住んでる、全然サウスカロライナに住んでる、そういう人たちが今撮ってくれてるんですよ。ああ、結構じゃあアメリカ全国から、はい、このズームのクラス参加してくださってる方が、はい、多くいらっしゃると。そうなんですよ。あ、そうなんや。で、はい、去年4月に始めた時はそういう予想がつかずに、うん、一番最初にある冒頭の挨拶が終わった後の、うん、今日の天気というのはもうシカゴだけをいつも、うん、シカゴの天気はってやってたんですけど、うん、今はモンタナは何、うん、ロードアイランドは何っていうアメリカ全国のいろんな天気もカバーしてるんですね。大変やん。クラス始まる前にちょっと iPhone 使って各街の天気把握しないとあかんやん。見てました？見てましたよ。書いてるんですよ一応ね。だからズームの良さとして場所は問わない、うん、まあ、ヨーロッパに行ってる人がいてて参加したいっていうのであればもちろん We welcome you. We welcome you with open arms. Yes, open heart. もうええかな。With. ということで、はい、いろんなところから参加していただきたいです。日本に興味のある方ならば、どなたでも OK です。人種は問いません。問いません。はい。日本語喋れなくても大丈夫です。大丈夫です。はい。はい。皆さんの参加、お待ちしてます。待ってるよー。待ってまーす。いーす。はい、お母ちゃん。最後に一言。メッセージとか伝えたいことがあったら言っちゃってください。あ、もうこの場を借りてね、皆さんにあの知っていただきたい方がいます。どちら様ですか？千穂ちゃんです。千穂さん、はい、エイカとコーディっ
ていう男の子2人タンポポに連れてきてくれてるお母さんなんですけども、彼女がもう大方本当に1年近く手伝ってくれてます。毎週毎週新しいパネルシアターであったり、ブロックシアターであったり、スケッチブックシアターであったり、いろんな、プレゼンテーションのものを、アイテムを作ってくれて、タンポポに臨んで助けてくれてます。彼女が来てくれたおかげでセサミストリートバージョンのタンポポが開けポンキッキ、お母さんと一緒バージョンまで持ち上がりましたね。いや、例えが古いね。例えが古い。わからへん、わからへん。現在の子供の番組で。現在かわからへん。すいません、キキ、昭和どっぷりで。やめて。でも多分これ見てくれてる人はポンキッキ知ってるし。あ、はいはいはい、うん。そういう感じで、あの、蝶ちゃんなくしては、このタンポポはやってくれませんでしたね。うんうん、ありがとうございます。お母ちゃん一人ではできひん。ズームタンポポ。できない。感謝しております。ありがとうございます。ありがとうございます、蝶ちゃん。お世話になってます。お世話になってます。はい。So, I asked a couple questions to Mama Negs, and the class is starting in a couple minutes, so let's see what the actual class looks like while she's teaching them. Bless up. Okay, that's minute after 10. We have so much to cover today, so I'm gonna go ahead and start Tampopo. ちょっと、いつもは10時4分ぐらいまで待っちゃうんですけど、今日はたくさんやることがあるので、始めちゃいます。始めちゃいまーす。タンポポは、タンポポは、お日様の子供です。We're gonna count to three. 1、2、3。こんにちは。巻き巻き引いて引いてトントントン、できたできた小人さんのお靴。カニ、カニさん、 It's a crab。 スニップ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 、チョッキン。3、3、3 and 3。 猫のひげ、 The kitty cat's whiskers。Spring is the day we call 節分。節分の日。ね。Between two seasons。で、節分の時には、鬼が来ます。鬼がみんな、こっそり逃げてゆく。鬼は外、福は内。パラッパラッパラッパラ、豆の音。カエル、the frog。そうかなぁ、カエル。And this one is、何これ、魚、the fish, 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 魚。また来週。Alright guys, Mama Negs is finishing up her class. It's almost 2 a.m. here, so I'm gonna head to sleep right after this, but hope you guys enjoyed this video, and please check out Mama Negs' preschool class if you guys are interested. The link will probably be down below. Bless up, guys.